炎の英雄シャープはバーナード・コーンウェル原作の小説であり TV ドラマである。ここでは TV ドラマについて扱う。本国イギリスでは1993年から ITV が放送し、日本では CS のミステリーチャンネルが2005年11月から字幕版で放送した。2013年3月から CS のチャンネル銀河で週一度放送され、 同年11月からも週2回放送中である。ナポレオン戦争時のヨーロッパ、孤児院で育ち、叩き上げでイギリス陸軍の英雄となった将校、リチャード・シャープの活躍を描くフィクション戦記である。19世紀の初め、ナポレオンのフランスに対抗して、イギリスはスペインと退仏同盟を結び、ポルトガルを拠点に交戦する。当時、 第95ライフル連隊の軍曹であったリチャード・シャープはウェルズリー将軍を敵から救った武君により中尉に昇進し選ばれしのと呼ばれる聖ライフル部隊の指揮官を任される。貴族出身の将校が当たり前の時代、シャープは新参を舐めつつも任務を遂行し出世して行った。この物語はイギリスの国民文学とも言える海洋冒険小説 コーンブロワーの陸軍版を目指して執筆され、本国で大ベストセラーとなった。当初は、ポール・マッキャンがシャープを演じる予定だった。ドラマに登場するサウスエセックス連隊は、原作者コーンウェルが創造した、架空の連隊である。第95ライフル部隊の再演続編の、シャープ、新たなる朝鮮マハラジャの城塞では、シャープとハーパーが、イギリスを経って、インドへ行き、 東インド会社の貨物馬車に乗ってそのままマドラスへ向かう。この一行には臨月が近い見思の女性や婚約者に会いに行く気の強いフランス人女性のマリー・アンジェリクもいた。東インド会社の上層部が恐れるチトゥーなる有名な山賊が仕切る地域を旅するシャープたち。チトゥーの攻撃に東インド会社幹部はなすすべなくシャープが300マイルにわたって 一行を指揮する。また、この地の治安の責任者ながら、堕落し、かつ、無慈悲なドラゴミロフ大佐から村人を守ろうとする。ハリス役のジェイソン・サルキー選ばれし者たちその他続編1796年型、銃器兵の県大95を連隊のまたは、ライフル連隊は、1800年に創設され、95番を振り当てられたのが1803年のことである。 この連隊には、動きの激しい兵が多く、シャープは主に任務についている際、作戦用に改良された制服を着ている。この制服は緑色で、それ以外の送信具は銀、または黒である。第95連隊のあだ名、ライフルズは、当時の兵器は、ヨーロッパの軍隊での下記は、マスケット銃が中心であったためである。また、スイープスとも呼ばれた、これは、 黒っぽい緑色の制服から来たもので、その黒っぽさが煙突掃除人のすすけた様子を連想させたからである。また、イベリア半島での戦いの間、フランス軍の間では稲子として有名だった。このテレビ作品の中で注意に昇進したシャープが主官の制服を方眼少佐から受け取る場面がある。この制服はすでにその時点でブレードとボタンが取れており、 左肘の部分に穴が開いていた。この当時はすでに男性の弁髪もカツラも捨てれており、シャープも髪を短くしている。シャープのライフル部隊が使うライフルは1800年型の不評体のもので、その公安者である重工のエゼキエル・ベーカーにちなんで、ベーカー銃と名付けられた。これは実際ナポレオン戦争時にイギリス軍のライフル部隊が使っていた銃で、 635口径の先込め銃である。それ以前の各部隊から支給された銃とは違い、軍レベルで支給された最初のライフル銃でもあった。それ以前の、例えばアメリカ独立戦争で使われたような重心が長い格好砲のマスケット銃とは違い、重心がより短く小型のドイツやロシアの両兵ライフルに反を取っていた。 正確さと耐久性とに主眼を置いた。この銃は、その後1838年まで作り続けられ、1812年の米英戦争やテキサス革命時のメキシコ軍でも用いられた。マレー大意からシャープに与えられた完璧な剣は1796年の銃器兵の剣であった。これは片刃の剣で先が日本刀のように斧状に尖っている。やはり、 日本刀のように人を斬るためのものだったが、日本刀よりも武骨な印象があった。それゆえにこの剣は、とりわけ、ナポレオン戦争中のイギリス軍の不評連隊や、騎馬隊に、眼健な雰囲気を与えた。また、殺傷能力も高く、ナポレオン戦争時のフランス軍士官が、イギリス軍の使用に抗議したほどであった。日本発売品、ありがとうございます。